そここにもないのか。あ、やった、倒せた。危な、あ、女の子なんだ。いや、私じゃない、卵消し去ったのは。お、お、格闘場の新しいランクが解放されたみたいです。よし、ふう、よかったよかった。じゃあ今日はこれくらいにします。なんかムービーみたいなの始まったんだけど。胎児が成長している証。地形が変化していることでしょう。マップが拡張したってことか。おお、マップが拡張したそうなので、あそこ行ってみよう。牧場のさ、ところに隔離された場所があったよね。なんかいる。こいついなかったよね。成長限界、何それ。レベル41が限界。産卵60、和子34。限界に来たらもうレベルは上がらない。パオ、こいつゾウさんなのか。で、で、で、こっちの方にさ、あ、行けるようになった。お、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 ほら右上んとこ。え、じゃあ早速行こうよ。じゃあセーブしよう。これ前行けなかったよね。ここんところが封鎖されてて。話しかけてみよう。崖がつながりました。やったね。チュパチュパ。どうしよう、産卵連れてく。いや待ってよ、産卵じゃないな、これは。産卵ではないと思う。テセンスがレミラーマ使えるんだっけ。ダンヌもいいよな。まあ、タンコも良かったな。あ、レミラーマ使えること、誰かを合体させればいいのか。レミラーマ。だってティセンス使えるけど、レミラーマが使えるから使えるってだけだもんね。じゃあ、テセンスは誰かと結婚させよう。テセンス押すか。あ、じゃあテセンスとマタンコを結婚させて、右上のところに行けばいいのかな。よし、じゃあそうしよう。じゃあテセンスとマタンコ結婚させます。で、レミラーマが使えるペロペロモンスターができるってことだよね。舐め回しがね、強かった。舐め回しは使いたい。配合。血統はね、血統はマタンコ。うん。すごい。ペギラマ使える。全体使える子だ。最高だね。じゃあテセンスとくっつけよう。で、そうするとレミラーマが使えて全体攻撃ができる子が生まれるんじゃないの？うん。レミラーマ欲しい。じゃあ決定。優柔プラス2。え、じゃあそれでいいよ。
どんな子だろうね、浮遊樹。あ、鳥さんとキノコ、なかなかいいカップリングだと思う。どこかへ去っていった。うん、多分ね、二人手をつないで去っていったと思う。浮遊樹の卵、孵化させます。どんな子だろうね、浮遊樹。あ、これちょっと可愛いっぽくない？冬、女の子、冬美だな。坂本冬美っぽくて可愛いよね。冬美バー連れてく。産卵を返そう。よし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 、いいぞいいぞ。で、セーブをする。冬美バー、浮遊樹。あ、結構見た目いい。単眼なんだ。お、いいね、冬美バー。よしよし。じゃあ、冬美バーを連れて行こうと思います。セーブしたっけ？で、レミラーマ使えるようになってくれると嬉しいな。薬草とか今持ってません。でも行ってみよう。どう、冬美バー。レベルアップ。 MP が8。あ、魔法系なんだ。ピオラ、レミラーマ、レミラーマ覚えて。お、 HP が1で MP が6。やっぱ魔法系だ。ギラ、あ、MP の伸びがすごい。イオ。レミラーマは？ねえ、レミラーマ。キアリ6だっけ？上がるね。お、MP10 も上がった。マホトラってなんだっけ？眠り覚えた。え、レミラーマ覚えてくんないの？お、すごい。回復は、した方がいいかな。あれ？あと1個しかないスペースが。2ページ目とかあるのかな？レミラーマ使えないの？ HP はまだ回復しなくていいか。これこっちかな。あ、これあれだ。決まってるんだ。位置。穴の位置。いつもそうだもんね。あの位置だもんね。で、こうで、上行って、上行って、穴。はい、穴。
いつも同じなんだね。うん。宝箱。キメラの翼。今何回 ?9。まださ、ここまで来る間に、一回しか戦ってないんだけど。お、BGM 変わった。一回しか戦ってないのに、最終回想?あ、二回目だ。骨付き肉投げよう。これでまた冬見バーのレベルが上がるはず。上がった。MP10。ねえ、レミラーマは?ねえ、レミラーマ。仲間にする。カンガルー。かわいいな。ジャンプしてる。金田ジャンプ。よし。ジャンプ。金田ジャンプだから、金田。カナダ?金田?どっちだろう。カナダ行こう。金田行こう。まあいいや。ほら、ちょうど性別マークがさ、金田ビカリっぽいよね。カナダビカリっていうのか。よし。決定。連れていかない。で、ボスだよね、ボスだよね、次。ん、なんだここ。あ!あ、ここあれだよ。あの、大樹の、町のね、入れないとこだよね。マネ増殖術。本物のお金を真似して作ってはいけません。偽造通貨いけないよってことか。幻のあの人を追って。感動の物語だった。ベッドは調べられない。タンスは?こんなものの衣装。ベティ。あ、そうだ、これ村だよ。村の中でこの男いたもん。